それでここが玉藻市に五岳市、ここが大橋市、こちらが大足町になります。ふむふむ、見事にガラリと変わっているんだな。今までさほど気にしていなかったが。グッモーニング。二人で何を喋っているのかしら。私にそっと囁いて。グッモーニング。ほら、若葉ちゃんも英語で挨拶を。イングリッシュ若葉ちゃんで。グッモーニングだ、歌の。ラブリーデイイズントイット。こんなハイカラ若葉ちゃんもいいですね。肌がツヤツヤしてきました。まったくもう、私で遊ぶな、ひなた。でも肌がツヤツヤしたのは良かったな。会話に入る隙がないとは、さすが若葉とひなたさんね。で話の内容は。新世紀になると地名が変わったところが多くてな。地図を見ながら違いを教えてもらっていたんだ。丸亀城とかゴールドタワーは名前そのまんまみたいですけどね。新世紀も300年となると歴史を感じるわね。私がいた諏訪も地名とか変わるのかしら。あ、その…何暗い顔してるの。大変な状況になってるのは想像ついてるんだから、気を使わなくていいの。さすが歌のだ。しんみりしてすまなかった。私の要件なんだけど、新たな土地をゲットしたところでおねだりがあるのよね。大体のおねだりは通りますが、若葉ちゃんはあげませんよ。そうなの？欲しいのに。一家に一人。こればかりはあげられません。実は体に名前書いてあるんですから、ひなたって。まったくお前たちは何の話をしているんだ。私の体に名前なんて書かれてないぞ。え？え？冗談はさておき、私は畑が欲しいの。目をつけたところがあるから耕していいかな。私はそこでいろいろと育てる。そばもね。美味しいそばへの第一歩は土にこだわるところから。何？畑で一からそばを作るのか。何やら熱量を感じると思ったら、畑が欲しいっておねだりしてるの。せっかさんもやりましょ。耕しましょ。えんやこらって土と語らいましょう。まあ手伝うってことになってるしね。いいよ、どこまで力になれるかわからないけど。畑の場所を教えてもらえますか。まあよほどのことがない限り問題なく耕せると思いますよ。ありがとう。ワクワクしてきたわ。農業王伝説 in 四国の始まりね。いい笑顔をするな、歌野は。私もぜひ手伝わせてくれ。きっと楽しい。今日みんなに集まってもらったのは新しい新作があったから、その報告を。次に私たちが造反心から取り戻す土地が丸亀城とその周辺に決まりました。おっと、聞き覚えのあるところ来たな。燃えてきたぞ。メラメラメラ。丸亀城を奪われているのなら取り返さないと。いい気分しないよね。ええ、あそこを奪われているのは腹が立つわ。そうだな、千景、その通りだ。私たちのいろいろな思い出があるもんね。うん、これは何が何でも取り返さないとね。ユキユナ、張り切らせていただきます。私たちも力になるぞ。こっちの町とも近いし、私も一層火の玉になるってもんですよ。火の玉、かっこよさそうな響きだ。気合い入れすぎて怪我しないでよ。これからも戦いは続くんだからね。こうなりゃ善は急げってことで、いきなり勝ち込みますか。だからダメよ銀。学びなさい銀。またダブルスミブロック。今回はその子もいるんだぜ。取り返す気持ちが強いのは頼もしいけど、攻めるタイミングは神樹様が教えてくれるから。たださ、
今回は攻め込むパターンなんだから、下準備とかやれるんじゃないかしら。例えば敵地の偵察をするとかですか。さすがアンズー、話が早い。石膏か、うん、やる価値は高いかと。神樹様が攻め込む時期を指定してくるということは、それ以外の時期は危険ということです。なので偵察という行為そのものが危険だと思います。やる気を削いで申し訳ありませんが。全然、私たちを心配していてくれてるんだし、ありがとう、ひなちゃん。これからもこうすべきと思った意見はどんどん出してね。目標が決まったことで今日は解散じゃ。丸亀城、待っていてくれ、必ず奪還する。な連中が頑張ってるね。私もたまには槍を振りますか。この間話に出た攻め込む敵地に向けて石膏を出す案はいいと思うの。再び議題として出してみるわ。例えば敵に見つかったら必ず逃げる、戦闘行為を禁止の上で十分用心しての偵察ならどうかしら。情報があれば次の戦いが有利になりますからね。私もワッシー先輩に賛成です。東郷さんの言う通り、情報は大切で、普通なら私も偵察に賛成なんですけど、今回のケースだと敵地の危なさが尋常ではないようなので、いくら用心したところで難しいかも。はい、繰り返しますが、神樹様が指定したタイミング以外で敵地に行くのは進められません。私や若葉ちゃんたちは神樹様の神託に導かれ、大災害の時に本土から四国へ帰ってこられたんです。もし神樹様の言うことを聞いていなければ死んでいたでしょう。なるほど、思っていたより危険なのね。では議題を取り下げるわ。ちょっと待ってくれ。今の話を聞いて、それでもなお自分ならば石膏に行けると思うが。戦闘の危険度を下げるための偵察なのに、その偵察班が危なければ本末転倒。行かなくていいわ。助っ人としてこの地に来た以上、こういうところで頑張りたいのだが、せめてどう危ないか分かれば対策も立てられるんだけどね。いつきの占いでも無理でしょ。具体的にはわからないね。どう危険なのか、どれぐらい敵がいるのか、神樹様も具体的に語ってくださればな。お話できたらいいよね。こちらから神樹様に質問できないんですか。それは残念ながら。こういう時こそ私は役に立ちたい。信じて偵察を任せてほしい。夏目の腕は信じてるわ。でも今はダメよ。体を張る時が来たらしっかり頼るから。了解した。というか夏目さんはいつも役に立ってますよ。いてくれるだけで安心感が違います。ありがとう、いつき。で、警報が来た。出陣だ。丸亀城奪還戦だね。偵察の必要もなくなったな。何にせよできることを精一杯やるまでだ。皆さん、ご武運をお祈りします。そしてよろしくお願いします。うん、取り戻してくるよ、ひなちゃん。
し、勇者姿に変身完了。小学生組の変身は何回見ても可愛いな。なんだろうこのドキドキ。スミは本当に小学生なのかと突っ込まずにはいられないわ。あんまい、それより敵だ。やはり敵には動きがない。一つのところでじっとしているわ。また攻撃したら増えるってやつかしらね。とくれば一発の破壊力が重要ですね。先輩方、ミノワ銀、ミノワ銀にお任せあれ。いくぞー、せーの、うりゃー。ダメージが入っていないだと。うわ、かったい、手が痛い痛い痛い。銀ちゃん、バーテックスに注意して、何かしてくるよ。させない。銀、今のうちに距離を取って。すごい、嵐のような援護射撃だわ。うわ、助かったよ。それにしても手が痛い。わかるよ、ジーンとするよね。痛いの痛いの、飛んでいけ。バーテックスの背後から何か出てきます。敵か。サイズ随分と小さい敵ね。でもフライハイしてるぞ。小型だけど飛行するタイプの敵。全部撃ち落とすには数が多いか。何か仕掛けてくるから出方を見た方がいいよ。あ、何か落としてきたわね。って、もしかして爆弾？爆撃？まずいぞ、みんな散れ。リツキ、アンズ、足止めないで動くのよ。敵もいろんな手で仕掛けてくるのね。飛んだアトラクションだわ。おのれ、制空権を取って爆撃とは。屈辱だわ、鬼畜な敵め。まずはあの浮遊型をどうにかしないとな。タイミングを見て反撃に転じよう。これで浮遊型はあらかた片付けたかしら。そこの太い枝の陰に一体隠れてるね。この槍で仕留める。せい。おー、いたね。ナイス撃破、よく気がついたわね。隠れて木を伺う。私もどっちかっていうとそういうタイプだからね。頭がいいんだね、せっちゃん。そうやって褒めてくれると嬉しいね。ありがとうのハグ。ほー、世の中は常に発見に満ちているよね。人生とは美しい旅だよ。お前急にどうした。残りはあの動かないやつね。なおも攻撃してくる気配が見えないけど。ならばこちらから仕掛けるのみよ。私が行くわ。はあ。凄まじい連撃だ。敵を切り刻んでいる。なんという気合だ。やるな、千景。それでもダメージは少なめかしら。次は私、必殺剣爆裂女子力落とし。ふむふむ、引きがいまいちですね。歌野さん、敵に無知の嵐を浴びせてくれませんか。オッケー、行くわよ。さあ、次に夏目さん、強めの一撃をお願いします。せい。あまり効いていないか。これは勇者としてプライドが傷つくな。っていうかこいつが硬すぎるのか。アンズ、どんな攻撃でも常にダメージが一定なんだよね。防御の特化型、今回は手数で勝負した方が良さそう。指示を出すのが板についてきたな。輝いているぞ、アンズ。よし、みんな言われた通りに。手数なら私の剣舞に任せておきなさい。完成型勇者、三好かりんのね。私もできるかも。
望崎いつき、行きます。そうね、いつきの武器は応用力高いから。つまりいつきが最前線ってこと？おいおい、過保護なことは言わないでよ。大丈夫です、私たちもフォローしますからね、高島ちゃん。そうだね、ゆきちゃん、大丈夫ですよ、ふんさん。わかったわ、いつき、ファイトよ。うん、お姉ちゃん。こうして人は大人になっていくのね。今夜はお祝いにうどんだわ。そろそろ倒せるだろう。丸亀城奪還までもう少しだ。前回の戦いでは敵にある程度傷を負わせると行動形式が変化していきました。注意ですね。あ、さすが東郷さんの言う通りですね。また飛行型が現れました。しかもまた振動してオーラが出てるわ。いわゆるパターンに入ったわ。手追いの獣は危ないものよ。あれが獣かどうかは置いといて、気をつけていきましょう。よし、一息ついたら一気に仕掛けるわよ。これだけ勇者が多いと周囲に注意してくれる人が多いから、私も安心して突っ込めるな。銀、だからって自分でも気をつけるのよ。わかってるよ、ママ。ママってもう。まあまあ、お前、銀もわかってるって言っていることだし、わんぱくでいいじゃないか。あなたがそう言って甘やかすから銀の成績落ちてきてるんですよ。なんだか面白いことをやってる。よし、私も。ちかげ、帰ったぞ。お帰りなさい。いやいや、今日も会社が大変だったよ。お疲れ様。そういう時はお風呂が沸いていますとかでいいんじゃないのか。そうか、普通はそうなんだね。ユナ、さっき私にしたみたいに地下げをギュッとしなさい。オーケー、ギュー。高島さん、うしゅー、いいものを見せてもらったぜ。その子頑張る。よし、リラックスしたところでぶつかりましょうか。行きましょう、みんな。いやい、デカブツ、お前が居座ってるのはタマたちの家なんだ。返してもらうかな。やったやった、倒したよ。お役目達成だ。丸亀城と周辺地域奪還だな。みんな、よくやってくれた。大変だったけど取り戻せたからオッケーだ。ナイスファイトだったぞ、チカゲ。あなたも、そして伊予島さんも。チカゲさん、そうね、今回はイツキアンズが頑張ってくれたわ。二人とも完成型に一歩近づいたわね。二人で褒められてね、嬉しいね。そこで泣くな、おめでたいんだから。最近妹の活躍が目覚ましくてね、すごく嬉しいけどちょっと寂しい。いつきの成長よりあんたの妹離れの方が大変そうだわ。もう泣き、いつ
月は可愛いから気持ちはわかる。皆さんお疲れ様でした。そしてそのち、さっき転んでなかった？いいものを見たせいで弾き切りすぎて、てれてれ。大丈夫？怪我はないかしら？うん、大丈夫だよ。ワッシーを見てると痛いのも飛んでいくしね。そりゃわかる。隅からはなんか成分が出てるんだよ。私に鎮痛作用があったなんて驚きだわ。いいな、仲良し3人組。何かにつけてすぐ集まって可愛い。お疲れ、せっちゃん。ゆうきっち、歌の、おつ。勝ったのにリドル暗くない？なんかダメージ受けてたってことはないよね？お、全然平気、痛がり屋なもので。でも優しいよね。さっきの高島ちゃんとぐんちゃんのやりとりで、ほら、高島ちゃんに。別にそんな優しいわけじゃないって。今日は帰ったらパーティーよ。楽しみね。うん、もっといっぱいお話ししよう。そうね。よし、海鮮じゃ。ひなたたちを喜ばせてあげましょう。